ヒースコート順断尺は、イギリスの順断尺位。過去に二つの順断尺が創設されており、いずれも1733年のヒースコート家に、対する助尺で、両者共に現存する。その歴史的経緯から、式部教を世襲したアンカスター伯尺についても触れる。バニティフェア氏に掲載された初代アンカスター伯尺の、カリカチは、アンカスター伯尺家のエスカッシャン部分。 イングランド銀行創始者にして、ロンドン市長を務めたサー・ギルバート・ヒスコートは1733年1月17日に、グレート・ブリテン順断尺くらいの順断尺に除された。この除尺は、彼の死去のわずか8日前になされたもので、初代順断尺の後は、息子ジョンが順断尺位を相続した。二代順断尺ジョンは、グランサム及びボドミン選挙区選出の庶民委員を務めた。 その総尊にあたる五代純男爵ギルバートに除された。二代男爵ギルバートは1888年に母、クレメンティナから古いイングランド貴族爵位のウィロビード、アーツビー男爵を相続した。また彼は、就職に先立つ1872年に直居を得て、母方の姓である、ウィロビードラモンドを加えている。彼はさらに1892年8月22日に、 連合王国貴族として、アンカスター伯爵に、上る爵した。爵位名は、かつての名跡アンケスティーブン公爵にちなむ。同爵位は、初代伯爵の高祖母プリシラが、同家の出身だったこともあって、最高の意味合いもあった。また、同公爵家は、式部教職を世襲した名門オックスフォード伯爵、ドビアー家の末裔であり、従ってその子孫たるアンカスター伯爵家も、 同職を世襲する継承権を有していたため、歴代の伯爵家当主はすべて式部教を務めた。初代伯の孫にあたる三大伯ギルバートは、就職直前の1951年1月に、繰上げ直所によって、父の持つウィロビーとアーズビー男爵を継承して、貴族院議員の議席を得た。彼も、不祖同様に式部教に就任して1952年に、 ジョージ六世が崩御するまで同職を務めた。三大白ギルバートには一人息子のティモシーがいたが、コルシカ島で遊泳中に行方不明となり、結果的に爵位を継承する男子を書いたため、三大白の死をもってアンカスター伯爵とアベランド男爵位は廃絶した。他方、女系継承を認めるウィロビーとアーズビー男爵は、彼の娘ナンシーが相続するとともに、 ヒースコート殉談尺は三代殉談尺の系統にまで遡って、その三男の子孫たるギルバートが継承した。その子である十五代殉談尺マークがヒースコート殉談尺家元当主である。ハースリーのヒースコート殉談尺家の面々が仮に、狂汁様を描いた絵画。サー・ウィリアム・ヒースコートは、1733年8月16日に、 グレートブリテン潤段尺くらいの潤段尺に除された。彼は常日のギルバート・ヒースコートの弟の次男に当たっており、ロンドンのヒースコート潤段尺家と同年の助尺である。この潤段尺位は現存し、第12代潤段尺ティモシーが現当主である。なお、初代潤段尺がエリザベス・パーカーと結婚して、パーカー家と遠赤関係となった際に、 マクルズフィールド伯爵には、エリザベスの男系子孫にも相続を許す、特別継承権が付与されていたことから、歴代の順断爵家当主は伯爵くらいの潜在的な継承権者となっている。法廷推定相続人は、現当主の長男である、アリスター・ロバート・ヒース・コート。順断爵位は、爵位と異なり、順断爵という肩書きだけ与えられる。 他の順番尺くらいと区別する必要がある場合にのみ、生命をつけたり、由来する地名をつけたりして区別するプレシュラの兄、ロバートが若くして、昇降熱で死去した際、後継者を書いたアンケスティーブン公爵は廃絶していた。オックスフォード伯爵の末裔たる第四代アンケスティーブン、公爵ロバート・バーティが男子なく死去して以降、彼の二人の妹の家系が、国王の代替わりごとに、 式部教職を務めることとなった。現在は妹の子孫にあたるチャムリー公爵がその職を取っている。ありがとうございます。